はい、どうぞ、こんにちは、OCBOCHです。ブラックです。では、今回はですね、eFootball2023 アプリ版やっていこうと思うんですが、今回はですね、eFootball2023 で、新しく、センターバックの育成に関する、新しい育て方。ですね。意識してるか、意識してないかで、選手の動きが結構変わる。これなんでその新しいのに気づいたかっていうと、今まで昔のバージョンタイプで育ててた選手と、全く同じ選手を新しく作り直した時に、比べてみたらね、動きが全然違って、はい、この数値をここまで上げるのがすごい大切なんだなっていうのが分かったんで、今回紹介していきたいんですけど、はい、センターバックでいうとね、使ってるのがルーベンとマルディーニなんですけど、この2枚とあと主にですね、リュティがこの3枚をですね、シーズン1のフェーズ1最終順位が11位でね、最高7位ぐらいもいったんですけど、この3枚しか逆に言うと、センターバックって使ってなくて、ルーベンディアスとマルディーニを、ね、最終週2週間ぐらい使ってというのも、ルーベンがずっと B だったんですよね。ルーベンが C になった時があって、その時にセンターバック見ていたら誰がいないかなと思っていて、でリュティガーが A だったんですよね。でリュティガー A だから、まあ、使ってみようかなと思ったんだけど、ただ正直リュティガーの使用感ってすごい微妙だなと思っていて、もう一個違うアカウントでリュティガー使っていて、しっくりこない動きをしてたんですよね。だからちょっと使うのを避けてたんですけど、ただまあルーベンが C だからリュティガー使うしかないなということで、だから実際にこっちのアカウントだとリュティガーって43試合ぐらいだから結構新しいんですけど、どこをねじゃあ意識して育成したかなんですけど、ここなんですよ。リュティガー多分ねほとんどというか、多分もうね9割以上の人がこのディフェンスエースから守備意識ってところを多分みんな12ポイントで止めてるはず。っていうのも12ポイントで止めるとディフェンスエースボール出したら90-90でアグレッシブス96の守備意識が85、すごい切りのいい数字になるんですよね。で12ポイント以降からポイントがさらにタレントポイントで使っちゃうんで、多分ね大体の人はこの育成にしてないと思うんですけど、ディフェンスエースってところを今回ねめちゃくちゃ大事だなと思っていて、このリュティガーに関しても92で、おもちゃ TV のこの相方のマルディーニですね、マルディーニに関しても書いてるんですよ。これね90で多分止めてる方多いと思うんですけど、92までね引き上げてます。でこのルーベンディアスに関してはこのマルディーニとルティガーよりも高い、なんとこのディフェンスは94なんですよね。新しいその育成の仕方、ルティガーって今までディフェンスエース90とかで止めてたんですけど、90とディフェンスエース92の差が、うん、大きくあると。92までディフェンスエースをするっていうのがおもち TV で調べたところ、かなり動きがめちゃくちゃ良くて、ディフェンスエースどういうことかっていうとね、守備時のボールに対する反応が速くなるって書いてあるんです、公式の方で。ディフェンスエースってさらに付け加えると、アプデ後以降に瞬発に影響しますよみたいな。だから要はどういうことかっていうと、裏に球を出されたとか裏の処理とかを勝手になんか自動的についていくっていうのがあるんで、リュティガーとかに関してはこの育成の仕方だとスピード瞬発そんなに上げてないんですよ。ただこのリュティガーを2付け加えて92にしたところ、かなり使用感がグッと上がって、いてほしいところにしっかりいてくれるし、ボールに対する反応が速くなるんで、足をとにかく結構出してくれる。92にしたことによって相当守備が固くなって、10戦、まあ、20戦ぐらいで決められるゴールが、まあ、多くて4ゴールぐらい抑えられてたんで、全部合わせてどうなの、もうそんぐらいです。このリュティガーとルーベンとこのマルディン、この3枚しか使ってなくて、このベンチのベッケンバーワーですよ、これもおもちゃ TV が5バックにするとき入れるんですけど、これも94あるんですよね。他の数値とかは、まあ、ぶっちゃけさ、じゃあこのフィジカルコンタクトとかね、センターバックだとスピード瞬発の他にフィジカルコンタクトとかぶっちゃけ75以上あればいいなってこれも思ってるんですよ。スピードとか瞬発はそれはめっちゃあればいいんだけど、今回の2023になって一番重要なのは何よりもこのディフェンスセンスだなっていう風にはおもちゃ TV は思ってるんで、最低92、これは絶対欲しいなと思ってて、もうその選手たちだから固めてますね。今はディフェンスセンス92に揃えた上で他の数値を振ってくる、そういうことです、ね、でさらに言うとスピード瞬発っていうのはそこまで高く求めてない、うん、まああれば越したことはないけど、リティガーとかもじゃあ70代とか71とかで遅く感じるかっていうと全然そんなことはなく、全く感じないですね。むしろディフェンスセンスとかによって反応がいいっていう感じにはなってるんで、今回から育成するときにディフェンスセンスを92以上にするっていうのは、これは、ね、試してみてほしいですね。まあ1個かなりおすすめの育成方法なんで、ぜひ試してみてほしいなと、はい、ということで最後実際にね、まあ、リュティガーと、マルディーニのね、まあ、実際ガチスカでねこれやってきてるんで、たくさんそのねちょっとそのディフェンスエースが出てる部分っていうのをね、まあ、プレイ見ながらちょっと見ていきましょう。はい、ということでね、リュティガーと、まあ、マルディーニです。まあ、主にリュティガーなんですけれども、まあ、プレイ集ということで、ディフェンスセンスが結構出てるなーっていう部分を集めてみたんですけど、まあ、この後ね、実際にリプレイとかもスローでお見せするんで、そっちの方がね、わかりやすく説明できるんじゃないかなーっていうところで、まあ、本当にね、カーソルがね、まあ、とにかくやっぱり変える。
ていうのをまあ意識しないと、まあ、ちょっとねこの違いっていうのはまあよく分かんないのかなって感じがするんですけれども、カーソルをねこうやって変えた時にですね、まあ、ライカルトにまず当たってるんですけど、リュティガーのねポジショニングがね絶妙にいいんですよね。ここに一回ここに当てることによってプレーをこうやって遅らせることができる。で、ここもリティガーが一回下がるんですよね。で、もう一回ここにリティガーに当てて、この距離で足が当たるっていう、この、なんていうんですかね、絶妙なこの距離感を保てるっていうのが、ディフェンス率が高い選手だと、これは結構起こってるのかなって気はしますね。まあ、よくありがちなのが、サイドバックとかだと、本当にロベルト・カルロスとかがね、はい、相手が3トップの時に結構変な位置にいて、うん、えぐられるっていうのがね、ディフェンス率結構出てるなっていう感じは、はい、あるんだけど、センターバックも微妙な違いなんだけど、そう結構自然と相手のうざいところにこういてくれるというか、ほらこれ今さちょっと内側入ったでしょ、相手の斜めのパスに対して、であそこちょっと潰してるんですよ。でこれサイドに流れたことによって、もうここでリュティガーでカーソル合わせて、今度丸に見て自然とねもうねこっちに行けるような体勢を取ってくれて、であとはここサイドクロス上げるから今度はマルディーニで潰しに行ってクロスを、このマッチアップで防ぐっていう、だから常に AI がこう最善のね潰してほしいところにいてくれるっていう感覚なんですよね。カーソル当たった後は結構滑らか、滑らかですなんだよね。めちゃくちゃだから、まあカーソルをね変えないといけないんですけど、パッパッパッパね、これも数変えてるんですけど、リュティが変えて、リュティが変えてここで止めていくっていうね、この一連の流れなんですけれども、だからね、全然前育てたリュティガーの方がスピード瞬発って速いんだけど、でもやっぱ寄せはこっちの方がね、うん、全然変わらず迫力出せるんで、やっぱそのなんかディフェンスセンスによる位置の良さとか、うん、その動き出しの良さっていう方が結構 e フットボールのアプリの場合だと、なんかまあ元々重いからよりいい動き出ししてくれるっていうか、うん、そういう感じで守備がねよりハマりやすい感じがしますね。ここもね、だからなんかねカーソル当てた時軽いっていう感じなのかな、やっぱり。まあこれ使用感なんでね、本当に。まあ、OJTV のあくまでも個人的な使用感なんで。ただリュティガーの場合はね、そのディフェンスセンス90のやつも結構使ってたから、うん、早いんだよ、ね。本当に90だったら使わなかったけど92だと使ったっていう話だからね。だからクリバリとかもね一回も使ってないんですよね。やっぱりディフェンスセンス85とか。ガチスカだとね。使ってないですよね一回。もうこの3枚でしたずっと。この3枚十分だなと思ってて。この辺のねやっぱりね反応がいいんですよね。この集計とかもすぐグッとこう入ってくる。リュティガーの場合もちろんアグレッシブ率も高いからそこも影響してるんじゃないかってところもそうなんですけど、ただマルディニは全然アグレッシブ率高くないから普通にね、ここら辺の反応スピードも速いんですよね。ちょっとでもボールのあれが見えるともうすぐ足を出してくれるっていうのがあって、でこれがね90とかの場合だとね、ここら辺で奪った時にこの後の事故が結構起きてたんですよ。ただ92にすることによってよりいい位置に多分入ってるから、事故の回数もそんなに気にならなくなったなっていうのがあって、まあそもそもねこれ結構センターバックにやっぱりマルディーニ当ててリュティガー変えてっていう、カーソルもさやっぱ変えないとできないんですけれども、カーソル変えてる人とかだと実感できるのかなって気がする、この2の差っていうのはね。明らかにおもちゃ TV はちょっと90と92だと違ったんで、細かい部分ではあるんですけど、ただこの2の差で結構勝てる試合っていうのがかなり多くなると思うんで、もともと育ててる選手がディフェンスセンス92以上あればまあ問題はないんですけど、そうそうそう、今使ってるセンターバックの選手がディフェンスセンス90で止めてるとか、うん、92のディフェンス選手の持ってる選手、はい、っていうのをぜひ試してほしい、一つ参考程度に、はい、見てみてほしいなというふうに思います。こんなで役に立った参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。私はさらっぽー。